ラーバス、こんにちは。今日の動画では松鳳山が引退を発表したということで、そのことについてお話していく動画になっています。まあ、具体的には28日に松鳳山が記者会見をするということなので、まあ、そこで発表されるまでは正確にはわからないんだけど、その話題になっていることの一つとして、引退後に協会に残らないみたいな、そういう話が出てるんですよね。直接松鳳山が残らないって言ったわけじゃなくて、まあ、親方株を持ってないからとか、まあ、そういうことから推測してそうなんじゃないのかっていう話になってるんですけど、まあ、その辺のことについて考える動画になっています。すもちゃん、松鳳山というと強いのは当然なんだけど、まあ、画面上ではねめっちゃこう怖い顔をしてるんですけど、まあ、ちょっとインタビューなんかで喋るとすごいねニコッと笑ったりとかしてね、すごい愛嬌のある力士で人気のある方でしたね。そんな松鳳山なんですけども、先場所5月場所では十両12枚目の場所で3勝12敗と大きく負け越してしまったので、まあ、7月場所では幕下の陥落がね確実視されていました。今お話ししたその5月場所っていうのがねこの場所になるんですけども、まあこの2年間ぐらいですね、幕内から落ちてきて十両に、そっからはねやっぱり十両でもなかなか勝てない日々が続いて、一度ね幕内の方に戻ってきたんですけど、またそこではね大きく負け越して、そっから3場所連続の負け越しで十両での、次がね幕下に落ちてしまうということになってしまいました。そんな松鳳山のね通算成績見てみたいんですけど、めちゃくちゃ活躍してた時期があったんですけど、勝敗としてはね、負け越した数字になってます。在位数ですかね、在位場所は51場所で、三役通算も5場所やってますということで、金星5回敢闘賞とか殊勲賞も取っててね、すごい記憶に残る力士でしたね。そうちゃん、で、そんな松鳳山が、協会にね、残らないかもって言われてる理由、さっきちょっと言ったんですけど、それがこの年寄り株ということなんですけど、協会の中で年寄り株っていうのを持ってると、協会に残ることができる。で、役員に選出されたりとかすることができるというね、協会に残るためのパスポートみたいなやつがあるんですよね。ただ、全員が持てるわけじゃなくって、その、いろんな縛りがあってね、日本国籍だったりとか、小結び以上だったりとか、幕内にどんだけいたりとかね、そういう縛りがあります。で、その他にその部屋を継承する場合はこういう風なのがありますよ、こういう風なのがありますよとかね、いろんな決まりがあるんですけど、で、この年寄り株っていうのがね結構ややこしくって、まあ一部の人はね、まあ、こういう協会が買い取ってみたいなことを言ってるんですけど、そもそもその年寄り株っていうのは日本相撲協会が公益財団法人に移行したタイミングで、実際はねもう協会が管理するっていうことになってるんですよね。その決まり上は年寄り株を使ってお金のやり取りをしたりとか、それからね貸したりとかっていうのも確かダメだったんじゃないのかなと思うんですよね。ただ実際にはその年寄り株っていうのを持ってないと相撲協会の中で仕事ができないわけだから、明日からのね仕事を失うぐらいだったら自分でねやっぱり持ってて仕事をもらいたいっていう親方がたくさんいると思うし、親方株を売るにしても自分が買った金額よりは高く売りたいっていう気持ちがどうしてもあると思うので、なかなかうまく年寄り株のマーケットがね機能していないっていう状態が、ずっと続いています。つまりその相撲協会に現在残れてる人っていうのは、お金がある人か人脈がある人か、まあ、タイミングがいい人かみたいな人かなというふうに僕は理解しています。まあ、この原因は単純にそのさっき言った年寄り株を買うお金がある人ですよね。年寄り株だけじゃなくって、その部屋を継ぐにしても部屋を作るにしても建物代もかかるし土地代もかかるし、一人で運営するわけにはいかないので、やっぱり何人かねその補助スタッフみたいな、その、まあ、雇う人が必要ですよね。だからそういう人たちに払うお金とかがあったり、あとはこの人脈っていうのはどうですか、そのお金の支援をしてくれる人もそうだけど、そもそもお前だけには絶対俺のこの持ってる株売りたくないなっていう親方とかもいると思うんですよね。てめえバカ野郎、絶対あいつには売ってやらんぞみたいな、まあそういう人もいるだろうから、なるべくやっぱりこう顔の広くって、まあみんなからね、あいつだったら譲ってやってもいいぞみたいな、そういう人じゃないと難しかったりとか、あとはそもそもねもう今いっぱい満杯で誰も辞める人がいないみたいなタイミングだったら、やっぱりその株ってね回ってこないと思うんですよね。だからこの全部がなくてもいいと思うけど、やっぱどれか一つは最低限ないと難しいっていうことだと思います。
スモちゃん。今回じゃあ松鳳山がこのどれもなかったのかっていうと、まあそうかもしれないし、もしかしたらそもそもね、松鳳山っていうのは教会に残りたくない人だった可能性もありますよね。だから今回松鳳山が教会に残らないっていう発言をした場合に、その年寄り株がもらえなかったから、買えなかったから残れなかったのか、もしくはもらえたけど僕は残らなかったよっていうタイプなのか、どっちかはわからないですよね。で、まあそんな松鳳山なんですけど、年寄り株がね、買えたのかみたいなこともね、ちょっと考えてみようかなと思って、まあ松鳳山周辺の関係者の株の状況をね、ちょっと調べてみました。松鳳山は離れ駒部屋、現在離れ駒部屋という部屋の所属になっていて、この名前になったのは去年の12月でした。で、この師匠っていうのは現在44歳なので、もうこの離れ駒株はもうバリバリ使ってますよね。じゃあ定年退職した若島津さんはどうなんだってことなんですけど、定年退職して二所ノ関から荒磯の株に変わった若島津なんですけども、定年後再雇用制度によって再任用されています。なので若島津さんは定年を迎えたんだけど、現在も相撲協会の職員として働くためにこの荒磯というね、この株を使っている、まあこの株があるから相撲協会に残れてるっていうことなんですよね。じゃあ他にその離れ駒部屋、元二所ノ関部屋にはどんな親方、株持ってる人がいるのかっていうと、元大鉄の港川さんだったりとか、元玉力道の松金さんっていう方がいらっしゃるんですよね。で、この65歳以上の港川さんも再雇用なので、この株は渡せませんと。玉力道の松金さんも、まあ、現在48歳でね、まあ働き盛りだということで、この松金の株も松鳳山には回ってこないんですよね。で、あとさっき言ったその人脈とかそのタイミングとかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあその現状松鳳山にこの辺の株が回ってくるっていうことはなさそうだなっていうのはなんとなく雰囲気で感じられますよね。だってつい最近再雇用してるわけですから、もう働く気があるっていうわけですからね、この株は渡さないでしょうと。で、離れ駒さんも師匠になったばっかだし、松金さんも働き盛りだし考えると、まあ部屋関係者からは回ってこなさそうですよね。スモちゃん。じゃあ最後はその松鳳山についてね、そのファンの人たちが今現状でねツイートどんなことしてるかっていうのを少しまとめてみたので、そちらの方を紹介しようと思います。はい、まず最初ですね、この松鳳山、さっき言ったけどこわもてだけどたまに見せるふとした優しい表情が好きでしたよみたいなね、すごいいい写真ですよね。こちらはもう土俵上の写真ってことで、だいぶ表情にね差がありますよね。で、あとはね、松鳳山教会に残れないんですか、端的に言って松鳳山残せないとしたら教会はクソです、悲しすぎますとかってね、再雇用制度を考え直してください、力士を大事にしてくださいね、そういうコメントがありますね。その再雇用制度になるのにも親方株が必要だから株が湧いてこないっていうね、そういう理由で残れないんだとしたら、まあ残念なんじゃないのかなっていう、そういうコメントですね。まあ、一部こういうコメントには賛同する人も多かったなっていう印象です。で、続いては引退後、起業家、実業家になりたいっていう風に話してたと。まあ、前の二所ノ関部屋だから今の部屋ですよね、今の部屋から自転車で通えるところに家も買ったみたいな話があったので、引退後は残らないんじゃないのかなっていう風に思ったっていうことだそうですね。あとはまあこれも同じような意見ですよね、残りたいけど叶わなかったんならそれは師匠に責任があるような気がすると。まあ松鳳山の真意もわからないのに残らないのはなんとかだよっていう風に批判するのは、まあ、ファンのエゴじゃないのかっていうことですね。まあでも実際残りたくて残れない人がいるっていうのも事実だとは思うので、まあ、この今回の松鳳山のことに限ってではないですけど、教会に残りたいけど残れなかったっていう人がいるのは間違いないので、まあ、その人たちをなんとかできたんじゃないのかっていうことは考える余地は全然僕はあると思いますけどね。あとはね、その賭博問題の時にその松鳳山が自己申告しなかったよみたいな、でそのことで指導者になった時に疑問符のつく行動だったから、まあ今回のことはどうなんだろうなみたいな、そういうコメントもありましたね。まあ懐かしいですね、そんなこともありましたね。続いて少しちょっと見方が変わって、二所一門の中で所有してる株が少なすぎるから二所一門から出た優秀なね力士にも、教会に残ることができてないんじゃないのかみたいな、そういうメッセージでしたね。だからそもそも株を
売買することも、その多分貸すことも確かダメってなったと思うんですけど、そういう状態なのにその売買ができてる現状っていうのがおかしいと思うし、まあその上でね、多分この二所一門での所有みたいな、これ結局でもその政権争いっていうか理事長選とかにも影響してくるわけじゃないですか、その一門で何人の親方を抱えてるかっていうこと。だからなんかそもそも公益法人としてその親方株の売買っていうのがまだ横行してる状態っていうのが問題なんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね。はい、最後ですね、最年長関取年寄りになれないのかなと、親方株の不足と、再雇用制度で、まあ、そのまんまね協会に残れずに廃業する人っていう、そういうケースが増えそうだなというふうに、まあ、危惧されているコメントですね。すもちゃん、だから再雇用も現役名の変更など対応の仕様があるとかって書かれているんですけど、まあ、僕はその株っていうのをなくせばいいと思いますね。だからその相撲協会に残れる人っていうのは制限も変えてもいいと思いますけどね。この制限を変えて本当に指導者に向いてる人を親方にできるように、もしくはその指導者には向いてないけど、例えばスポンサー集めとか、あとその営業とか、そういうことが得意な人もやっぱり残ってほしいと思うんですよ。例えば幕下までしか行ってないけどめちゃくちゃ営業うまいやつとかいるわけじゃないですか。でも三段目までしか行ってないけどめちゃくちゃ飯がうまいやつみたいな、でそういう人たちをもっとたくさんその協会の人員としてストックした方が絶対メリットあると思うんですよ。その強くて指導方法が上手い人だけを揃えるっていうのも違うと思うし、その部屋の師匠になるならその方がいいですよ。でもやっぱりその協会として抱える人材としてはいろんなパターンの人がいた方がいいと思うので、僕はねこの協会に残る条件っていうのも変えて、で親方株とか関係なく、そのある程度の人数、もちろんその人員整理みたいなこともねどっかで必要になっちゃうとは思うんですけど、まあそういうことも含めてその人事採用っていうものを見直すチャンスなんじゃないのかなと思います。そのファンから期待される人っていうのもそうだし、教え方が上手な師匠っていう人員も必要だし、まあその他にも一芸にね秀でた人間っていうのを協会の人間に採用していくっていうことができるようになると、その協会としてもね人材の幅が広がって、拡大路線に入ったりとかするのかななんていうふうに考えてました。まあ以上、今日はねちょっとそうなのかなと、まあ先場所のね結果からもしかしてそうなるかもなという予想はしていましたが、まあ発表されてなかったのでね現役を続けるのかなと思っていたんですけども、残念ながら現役最年長の関取であった人気者のね諸保山が引退を発表されたということで、その松鳳山の現役時代を振り返りながら協会に残るためのね親方株なんかについて考える動画になってました。28日にはね直接松鳳山の口からインタビューがあると思うので、まあ、その話を聞いてまた何か変化があれば動画でまとめてお伝えしたいと思います。ではね、いっそ